しかも文春の悪どいのは、あいつらちゃんと頭いいし取材能力あるから信じてるわけじゃないんですよ。10個のうちこのファクトだけを選べばこいつ悪人にできるって言って7個をちゃんと取材して捨ててるんですよ。え、美濃さんの場合は何だったのそれ。だからそれセカンドレイプって言われるから言えない。言えないんだ。だからこの構造って1回なんか女性に言われたら絶対勝てないです。今流行ってるらしいですよ。僕2人の起業家から聞きました。なんで今あれは同意してませんでしたっていう連絡が来るんです。で裏に絶対反射的なやつがいて、ちょっと港区女子的な子にお前なんか有名人とやったとかしない、今あれ同意じゃなかったって言えよって言ってて、で週刊誌行こうか悩んでるんだけど話し合いしてくれたら行かないでおくみたいな。いやそれでも再現ないでしょきっと、お金引っ張ったらね。そうでも普通の経営者としては言われたら終わりだから、刑法でどうとかっていう話じゃないじゃないですか。レピューテーションリスクがあるから、ね、いやそうそう、だから松本人志さんの件ってまさにそうじゃない。そうあれはだからあえて刑事告発できない案件を選んでるよね。